はじめまして、長尾マリアです。よろしくお願いします。AKB を卒業してもう1年半ぐらい経つんですけど、その1年半の間でも結構いろいろ経験をしてしまったので、多分今私が持ってる以上にもっともっと世界は広いので、なんか世界に行ってみたりとか、英語できないんですけど英語覚えてみたりとか、そしたらまた違う仕事ができるんじゃないかなって思います。そうですね、やっぱりアイドルじゃなくなってしまったので、こう自分のことを AKB って名乗れないし、やっぱりファンの人もちょっと今までアイドルはファンの人と近いから、それがちょっと離れてしまったりとか、そういう自分の中での不安だったり意識の違いはありました。そうですね、 AKB だったら、まあ一番仲いいのは板野友美さんですかね。結構海外一緒に行ったりとか、ご飯行ったりとか、2人ですることが多いです。尊敬する先輩、でもやっぱり板野さんですかね。もともと AKB ですごい好きな先輩で憧れてたので、とてもなんだろうな、飾らずに自分のことを本当に完璧にこなす人なので、そこが尊敬するなって思ってて、今すごい近い距離ですごい仲いいけど、やっぱり変わらず尊敬します。中学生ですかね、やっぱり AKB に入る前の方がモテましたね。AKB に入っちゃうとやっぱり恋愛禁止だったので、結構みんな近寄ってこないと言いますか、そんな感じです。可愛い、わかんないですけど、本当にファースト写真集がとても綺麗に撮っていただいたので、なんか普通に撮ったら超えられないなって思っちゃったんですよ。1年しか経ってないし、やっぱり同じ海外とかで撮ったら、なので今回は日本で撮って、ちょっとまぶいっていう私もわからない言葉、昔とても流行ったらしいんですけど、そのまぶいっていうテーマに沿って、周りのスタッフさんだったりスタイリストさんはまぶいって言葉を知っているらしくて、その人たちから意見をいただいたり、こういうファッションが昔は流行ったんだよとか教えてもらったりして作っていきました。こう毎回毎回自分も違うし、自分が挑む気持ちも違うし、体型だったりもちろん肌の色だったり、なんかその日によって違うので、なんか毎回毎回違う、同じ下着でも多分違う自分が撮れる感じがするので、なんかどんどん新しいポーズっていうよりは、どんどん新しい自分の時に撮ってもらいたいなって思います。いや、自分の意思じゃないですよ。なんだろう、自分の意思というか、なんだろう、ちょうど本当にこれは激辛、辛いもの全く食べれないし、カレーとかでも甘口が大好きだったんですけど、いつからか本当2017年入ってからぐらいに辛いものがなんか食べたくなっちゃって、それが続いてのちょうど激辛美女さんからのやらないかっていうことだったんで、すごいタイムリーだなって思って引き受けちゃったんですけど、なんかあんなにこう汗をかいて水着でやるなんて思ってなかったですね。でもそこのお店のカレー食べたんですけど、カレーがすごい美味しくて、なんか楽しかったからいいかなって思ってます。
香港は今一番行きたいところかもしれないです。なんか今インスタグラムをやっていて、どんな人が見てるか分かるんですよ。なんか分かるんですけど、自分の分析で香港の人がめちゃめちゃ多いんですよ、なぜか。だからインスタグラムが香港の中で流行ってるのか、私のことを好きで言ってくれる人がなんかなんでいるんだろうって感じもするので、行ってみたいです。そうですね、多分インスタグラムを見てる方がすごい多いと思うんですよ。まあ、見てない方はフォローしていただきたいんですけど、でもそのやっぱ実際会って話してみたいっていうのも私にはすごくあるので、私がいち早く香港で仕事をいただいて会いに行けたらいいなと思うので、その時はぜひ皆さん来てください。